コロッケはやっぱり。おはようございます。10分で準備できる、頑張らなくても美味しい朝食、今日もやっていきたいと思います。まず和食の基本ですね。汁、飯、香。香というのは漬物です。この3つが和食の基本です。それにおかずが1つつけば一汁一菜、おかずが3つつけば一汁三菜ですね。ただ僕は長くウェブログを書いておりまして、もう20年ぐらい書いてるかな。ご飯の画像もそこに載せるんですけれども、お米のご飯っていうのは、まあ、白一色であまり画像として面白くないということで、僕はご飯のお茶碗は外へ出してしまいます。そしておかずをもう一つ加えて、一汁四菜にすることが朝は多いです。で、10分でできるってのはどういうことかと言いますと、ご飯と味噌汁と漬物さえ揃ってればですね、あとは常備菜、常に用意してあるおかずですね、それからあるいは前の晩の残りとかですね、あるいは買ってきたおかず、そういったものを使えば10分で、十分、美味しい朝ごはんが作れますよということですね。じゃあおかずは何かなということですけど、これ昨日の夜コロッケだったんですよ、おかずが。でこれちょっと余ってますので、一つ、これをおかずにしてみようかと。でこの、まあ、コロッケはですね、電子レンジで温めれば手間はないんですが、これコロッケって電子レンジで温めるとこの下側がなんか湯気で濡れて美味しくないじゃないですか。ですからこれはですね、ちょっとオーブンの弱火で炙ることにします。次はどうしようか。これ温泉卵、昨日の朝ねちょっと食べきれなかったんですよ。今日これを食べようかなと。でまあ同じ器だと面白くないんで、ちょっと器変えます。あとはね、これ僕の好きなおかずなんですけど、サンマの梅煮。サンマもテレビのニュースでは高いとか言ってますけど、なんか安く出てたりしますね。これまあ朝ですから一つでいいでしょう。あとはどうするか。これうちの常備菜なんですけど、株の葉っぱと揚げ湯葉を割と薄味で炊いたものですね。これちょっとしたおかずになるんですよね。まあこれをこんな風に少しだけ小鉢に取ります。あとは漬物、日光味噌のたまり漬け、これ7種刻み合わせ、だんらんというものです。たまり漬けというのは伝統的に味が濃いですから、少しあれば十分ですね。次にらっきょうのたまり漬け、最後にごぼうのたまり漬け。これでコロッケが焼ければおかず完了ですね。次に、味噌汁を作る手順に移ります。味噌汁作りです。僕はですね、味噌汁はちょっと少ない量だと悲しい、ということで水の量は 300cc です。それに対して煮干しは 3g、これを前の夜ですね、もうつけておくんですね、煮干しを。で翌朝もうこれ出汁は十分に出てますから、この煮干しは捨ててしまいます。もったいないから煮干しは食べろという人もいますが、まあ僕は捨ててしまいますね。それでいつもはここに昆布も入ってるんですけど、昨日の夜は昆布を入れるのを忘れてしまいました。まあ煮干しだけでも大丈夫です。そして、これを火にかけまして、具はどうしようかということですね。プチトマトですね。トマトはね結構熱をかけて、煮た方がこの酸味が出て僕は、好きです。ちょっと
コロッケの火の様子を見てみます。もう結構こんがり火が通ってましたので、火は止めました。で今オーブンの余熱で、あったかさが保てるでしょうコロッケは。そうしてここにですね味噌汁ですが、プチトマトを四つ割りにして入れたところに、今度はレタスはもう手で刻めばいいですね。レタスってあんまり味噌汁の具として一般的ではありませんけど、僕は結構作ります。まあレタスって前の晩が洋食でサラダに使ったりして、でも使い切れなくて余ってたりするんですよね。そういう時にはレタスの味噌汁は結構便利です。もう煮立ってきましたね。そうしましたらちょっと火を緩めましょう。トマトもレタスも生で食べられる野菜ですから、味噌汁の具にした時も別にグツグツ煮る必要はないと思います。でさあ味噌、この味噌の量ですけど、いちいち僕は測らないです。やってるうちにですね、だいたいこのぐらいかなっていうのが分かってきます。でまあうまくいくときは一発で、味が決まります。ちょっと薄いかなというときは少しもうちょっと味噌を足せばいいですね。で味噌汁の味の具合ってのは慣れればもう見れば分かります。味見しなくてもですね、これちょっと薄いかなという感じですけど、しかしまあ味噌汁ってのは濃すぎるよりは薄いくらいの方が美味しいですよ。まあこれでちょっと食べてみましょう。ということで、味噌汁ができてしまいました。10分で準備できる頑張らなくても美味しい朝食、食べていきます。さて一発で味噌の量が決まったかどうかですね。うまいです。慣れればね、誰でもこのぐらいはできますよ。コロッケには普通ソースなんでしょうけど、僕はこの朝露ですね。コロッケはやっぱり電子レンジではなくて、まあオーブンで炙った方が美味しいですね。サクサクです。僕はサンマはまあ塩焼きも美味しいですけど、梅煮の方が好きかなという感じもします。まあこうして朝食を食べているわけですけど、最後までビデオを回していますとちょっとねこれ10分ぐらいかかっちゃいますので、ここら辺で止めさせていただきます。1週間経ったらまた、10分で準備できる頑張らなくても美味しい朝食、してみたいと思いますので、また見に来てください。よろしくお願いします。